こんにちは、野口浩太です。そして京都の由美先生とカリフォルニアのメイコ先生です。今晩も3人でお届けします。よろしくお願いします。ということで今回はですね、僕たち音楽でお仕事をして、音楽でお金をいただいて、音楽で食べているという3人から、まあ特に今音大に通っている学生さんたちに向けて、どうやって食べていくか、ね、音大生の時に今こうやって音楽で食べるために何をしてきたのか、何をしなかったのかっていう、そういうね、お話をしていければと思うんですが、まあ、この問題提起はユミさんからしていただいたので、ユミさんからちょっとお話を伺えればと思います。音大生とか、まあ、ミュージシャンとね、出会うことがすごく多くって、やっぱり食べてけないよねっていう話がすごく出てくるんですよね。で、たまたまその音大生に向けてっていうのは、私のインスタグラムを見てくれて、どうやったらそんな楽しそうに音楽教室できるんですかっていう DM をいただいたことがあって、でそれで直接なんかお会いしたことがあるんですね。やっぱその時に、まあ、ずっとピアノしかやってことなくて、ピアノ以外のことが考えられないと。でも求人情報を見ると時給もすごく安いし、もう食べていける気がしないと。でどうやってこんな由美さんみたいに楽しくできるのっていうことをちょっと聞かれて、それでね、まあ、私が在学中にどういうことをしてたかとか、まあ、そういうお話をさせてもらったんですけど、まあ、このお話がね、浩太先生とか芽衣子先生のお話聞いて、なんかね、参考になったらいいなと思ってます。ということなんですけれども、芽衣子先生もでも今でこそピアノ教師としてもう本当に素晴らしい業績を上げていらっしゃるけれども、そこに至るまでにやっぱり紆余曲折あったんですよね。紆余曲折どころか、なんかピアノ教師ちゃんとやってるのってここ4、5年じゃないですかね。もしかしたらその生徒さんが取れない状況であるっていうのもありましたけど、その子供の送り迎えで、そう、3時間ぐらい車に乗ってる状態があったりするので、そうだから本当に少人数、もうこれ以上は無理っていうぐらい、10人とか、もうこれそれでもこうあちこちこうレッスン変わってくださいってしなきゃいけなかったから、だけどそれまでは物書いてたりとか、まあ、日本にいた時は舞台作ってたりとか、あれこれ、なんか、もううちの母なんかに言わせると、音が出りゃ何でもいいのかっていうようなことをしてあ、わかる。僕も、一時期音楽の百姓になるって言ってて、百姓っていうのは、百のなりわいを持つっていう意味なんだよね。だから、お百姓さんって、その農業だけじゃなくて、その、家の作業だったりとか、なんかこう編んだりとかさ、そういったことを全部やる。だから100のなりわいを持つ人たちっていう意味なんだよね。だからそういう意味で僕は音楽の百姓になるんだとかって言ってね、言ってた時期もあったけれども、僕で言うと、その音楽で食べれないっていうふうなことを言ったことがないのね。だから食べれないのっておかしいっていう逆説的には言うとね。だからその音楽で食べれないよねって言ってるということは、その状況を自分自身がもう受け入れてる状態だから、違和感を持ってないわけでしょ、その状況。だから人間ってやっぱり違和感を持つっていうところに、すごくこう、違和感というものにビビッドに反応するらしいんだけど、わかんないけどね、僕、その脳科学の先生がいらっしゃるから。でもやっぱりこの違和感があって、それをこう、なんとかするっていう方が、僕的には、エネルギーとしては、強く働くので、やっぱりその音楽で食べれないということを僕は受け入れなかったんだよね。おそらく。じゃあ学生の時に何をしてたかっていうと、とことん好きな音楽をやりました。その時に、その食べれる食べれないなんていうことは考えてなかったんだよね。それは良くも悪くもかもしれないけれども、だって僕は音楽をやりたくて、その大学に入ってるし、音楽を学びたくて学びに来てるから、その後それを、こう、どういうふうに、この、なんていうのかな、マネタイズしようということを、あんまり考えてなかったんだよね。で、考えた方がいいかもしれないんだけども、人によってはね、僕自身はそういう感じ。で、その時にやってたことが、全部今に生きてる。例えば僕、オペラの、がすごく好きだったから、そのオペラのクラスに入って、そこでピアノを弾くっていうことをやってたんだけども、でもオペラでの現場でピアノを弾くっていうのは、実はピアノを弾いてればいいだけのことじゃなくて、全部のこの舞台ね、で行われていることを全部見通しが立ってなくちゃいけないし、でそこには舞台スタッフさんとかがいて、自分がどう弾くかによって、まあタイミングとかによって、明かりを入れるタイミングがこう、測られてない。
測られたりとかしてんだよね。で、そういった、その、チームプレイみたいなこともおそらく学んで、で、そういったことが全部今のピアノ教師という仕事に生きてるから、僕の場合は、やっぱり音大時代は、音大生として、もうとことん音楽を学ぶことを楽しむっていうことをやらせてもらってたなって思うんだよね。奨学金とか払ってますよ。奨学金とは言わないよね。学生ローンみたいなやつは、今も返済してます。ちなみに。はい。なんですけど、由美先生、どうでしょうか？そう。私はね、大学入った時に、もうピアニストになれると思って入ってたから、そしたらね、あれ？ピアニストってみんななれないのっていうふうに思ったんですよ。でも私ピアノ以外本当ダメなんですよ。何にもできないんですよピアノ以外。じゃあ自分がピアノ弾く、もう弾くしかない、食べていくんだったらと思った時に、このまま今のままここにいたらダメだと思って、やっぱりその今自分はもうこの世界しか知らないから、いろんな世界を知りたいと思ったんですよ。で、これは私のあくまでもやり方だから、皆さんに会うと思わないけど、私はね、六本木のバーと銀座のバーでピアノのバイトをし始めたんですよ。そう。そしたらそこに来る人たちは音楽が好きな人で、やっぱりいろんな会社の、なんかその、いい感じの人たちが来るんですよ。そこで人脈を広げるっていうことをやってたんですね。で、そこの中でミュージカル、それで、本当私クラシックしかやりたくないっていうかやれなかったけど、食べてくんだったらこのクラシックって培ってきたものを武器に何かできないかなって、こうミュージカルの世界に行ったりとか、バレエはクラシックだけどバレエの世界に行ったりとか、全部ねそこでいろんな人脈が広がったんですよ。そこでピアノをずっとやっていたんだけど、でもやっぱり結婚とか、あとなんかやっぱりいろんなことが起こって、あ、これじゃあちょっとね生活できないなと思った時に、ちょっとあれですね、私通関のジムとか派遣会社もやって、でやっぱりそこで仕事ダメだったんですよ。私スパイ容疑かけられるほどダメだったんです。だから社会経験ないから、ピアノ音楽しかやってないから、あります、Google のね、共有フォルダってあるじゃん。世界とつながってる共有フォルダ。私、世界とつながってるなんて思いますよ、このパソコンのとこに。で、思わなかったから、もう、よくわからんっていうタイトルをつけて、いろんなフォルダをそこに入れまくってたんですよ。そしたらみんな、フォルダがおかしくなってるって言って、ね。それで、スパイ容疑がかけられてしまって、で、やっとGoogle のGoogle のメールを、共通のメールみんな使おうって言って、そのパスワードが送られてきたんだけど、そのパスワードが気に入らなかったから、私、まさか共通のパスワードだと思わないから、自分のパスワードにしたんですよ。しかもそのパスワードが、夫のことが大好きだっていうそのパスワードだった。パスワード変更しちゃって。ね、そういうちょっと違うことも経験して、あ、やっぱ自分ダメだったなと思って、これ私本当やっぱ音楽しかないと思って、じゃあどうやってやっぱり私が楽しく音楽をやるためにどうやって生きていくんだっていうことを本当に真剣に考え始めて、なんか今のスタイルになりましたね。だから本当にいろんなことやって今があります、それでいてさ、今だっていろんなことやってるからさ、この先だってどうなっていくかなんて分かんない、ね、そう、メイコ先生いかがですか？いや、私ね、割とね、食べていけないっていうことを受け入れてた人だと思います。周りにすごく言われて、それで、僕の時にもお話ししたかもしれないけど、逆に言うと、そのアメリカに来て、その、前職というか、そのオレンジカウンティースクールオブディアーツって学校に入った時に、中学生のミュージカル科の子たちに、これでどうやって食べていくんだっていう、この、今自分たちが持ってる技術でどうやって食べていったらいいんだっていうことを中学生にとことん教えてるのを見て、びっくりしたんです、本当に。ミュージカル、ミュージカルっていう技術を持った、ダンスもあるし、ミュージカル歌える、その演技ができるっていう技術があった時、どんな職種があるのか。一番パッと思うのはミュージカルの舞台に立つということ。でもちょっとテレビもあるよね、クルーズもあるよねって、いろいろ本当に弁護士もあるよねとか、演技ができるということは、その喋れる演技ができる、そういうこともあるよね、講師もあるよね。で、いろんな卒業生が中学校に来て喋るんですよ。こんなことをしてますって。で、オーディションの受け方はこうです。で、それがもうずっと続いて、高校3年生に至っては、じゃあ、オーディションに受からないときはどんな仕事をするか、自分にできること全部出せとか言われるんです。それ、レポートで。何ができるのかということを。で、それでも、とにかくそれでやっていっ
それどうやって生きていくのか、今自分が持っていることで何をどうやって生きていけるのかっていうことを教えてることにびっくりして、はい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 、そうか、自分の技術をどうやってマネタイズするって考えればいいのかって思ってから、ピアノの先生に対しての腰の入れ方が変わってきたかなと思います。ああ、なるほどね。うんうん。うん、だから、ピアノをやってきたということが、ピアノだけのことじゃないし、歌を歌ってきたということが、歌のことだけじゃないっていう、そういったところ。で、それになんか近い話だと、もしこれを音大生が見てるんだとしたら、で、音大でピアノを専攻してるんだとしたら、もうその時点であなたはエリートなんですっていうことを、自分が、認めてあげるといいよね。で、ピアノって簡単じゃないから、やっぱり長期間、かかるもので、今僕、YouTube の企画で、9月からね、このチャンネルにも出てくれてるけども、二人ともね、お話ししたことがある翔太くんっていうね、9月からピアノを始めて、今3ヶ月目なんですけれども、その人たちを見てると、いかにピアノって大変なことなんだなっていうことが、すごくわかるわけでね。で、これをやり続けて、それを専門家庭として、音大に、進んで、あるいは音楽学部っていうところに進んだんだとしたら、やっぱりね、もうエキスパートなんですよ。で、でも、ところが、音大というところに入ってしまうと、自分がいかに下手くそかっていう、底辺かっていうことも見せられてしまう、この、罠のような、トラップのような場所でもあって、要するに、そういうところに行くと、それこそ、じゃあ、ショパン国際ピアノコンクールとか、チャイコフスキーなんとかコンクールとかって、そういったところに代表されるような、本当のこの頂上の、このクラシック界でいうところの、まあ、オリンピック的な、ところの人たちがすごい人たちなんだっていう。で、そことの比較ということが、起こってしまいがちだったりとか、で、そこと比べると自分なんか全然とか、いや、とんでもないんですよ。で、そういう人たちはそういう人たちの世界があって、で、ずっとちっちゃい頃からまあやってて、今音楽大学というところに進んでいる自分で、この自分の世界というものも確実にあって、それがどれだけ素晴らしいかっていうことを目隠しされちゃう、恐ろしさって、僕、音楽専門機関にはあるなって思ってんだよね。で、そうすると、自分が、じゃあ、例えばレッスンをするってなった時に、高額なレッスンが取れないって思っちゃったりとか、うん。実はピアノ教師の価値ってそこだけのことではないんだけども、うん。でもやっぱり、うん。世界がキュッと狭くなっちゃう。うん。っていうのが、そういう怖さがあるなって思うんですけども、音大にはね。そう。ゆみ先生、そのあたりってどう思います？いや、まさにね、その通りで、まあ、そう。私はね、そうでしたね。なんかそのピアニストに、なるっていうのは国際コンクールで1位になるっていうことを思っていたから、なんか日本の国内で1位取っても食べられないよって、国際コンクールで1位とかもう国際コンクールで受賞しないと無理だよっていうふうにやっぱり先生にもずっと言われ続けてきてたので、ピアニストになるっていうのは、だから私はすごく絶望をしてたんですね。でも私はピアノしかなかったんですよ、ピアノが好きで。じゃあどうしようかなっていうふうに自分でね、こうどうしたらいいんだっていうふうに考えたので、もうその絶望っていう話はね、なんかこう思い出すだけでなんかこうポロポロポロってきそうなぐらい、そんな感じでしたね。でもね、今の音大生言うけど、やっぱりそのピアノになんか一曲をこし上げる世界観っていうのはもう全てにつながるんですよ。全ての仕事に、全ての表現、しかも何だったらもうなんか家事とかいろんな生きるなんかそう全てにつながるから、本当自信を持ってほしいですね。猫先生いかがですか？昨日たまたま友達がフェイスブックに上げてたんですけれど、ピカソはね、ピカソのストーリーで、ピカソが歩いていたら、ある女性が近寄ってきて、ファンなんですって。で、この紙に何か書いてくださいって言ったら、さささっと書いちゃう。有名なピカソのハトの絵をさささっと書いちゃう。で、ピカソがこれを100万ドルですって渡したんですって。そしたらその女性が、今あなた数分で書いたじゃないですか。この数分、あなたが数分でささっと書いたものに100万ドルなんですかって言ったら、ピカソが、これを書くために僕が、この感性を磨くために僕がどれだけの時間とお金を費やしてきたと思いますかって言って。で、それが私たち音楽教師にも一人一人言えることで、私たちが今ここにあるために、どれだけの時間と労力とお金を費やしてきたかっていう価値を考えたら、
ピアノの先生としてこのくらいあのいただきますっていうことを堂々と言ってもいいんじゃないかなと昨日ね、フェイスブックに友達が投稿してたのを見て思ったんですよね。素敵、本当そうですよね。で、うん、だから健吾先生も前におっしゃってたけども、プロでプロとして食べていくかどうかとか、あのプロでいることっていうのは覚悟の問題。ね、やっぱりそれで やるっていうふうにもう決めちゃう、もう決めちゃったらもうやるしかないんだもん。そうそう。でね、もう一つお話しすると、さっき言った翔太くんって実はあの保険屋さんなんですけど もうピアノをやってるということを武器にして仕事に発展してるんですよ、本職の方に、ね、だからお客さんとの話の種になったりとか、でもう自分がもう YouTube とかその発信しまくってるから、だからもう周りがもうあの人なんかピアノを始めたみたいで、でなんかまあまあ弾けるようになってるよっていうことがあって、でそのピアノをやってるということがもうツールになってるんですよ。でもう一人紹介すると、うん、僕のこの YouTube のクリエイターの安田裕樹さんっていう方、あの方はそのピアノを受けのレッスンを受けてる様子をもう何年間も僕とのレッスンをもう全公開してるわけで、その中でその弾けるようになってきてる過程っていうのが全部もう証拠として残ってるわけですよ。そうすると、うん、あのこの人はこんなに難しいことをトライしてて、トライし続けてて、でいついつまでにこれを弾けるようにしますとかって言ったりとかしてて、でそれを叶えたりとかちゃんとしている中で、このピアノをやってきたというこの実績が信用になってるんですよ。だから、この人は多分根気強くやってくれる人だろうだったりとか、うん、その実力にちゃんとこう任せた仕事をちゃんとやるだろう、達成させるだろうっていうことでもって、今彼すごいことになってるんですよ今。ちょっと詳しくあの詳細は言えないけど。そう、あのだからそのピアノというものをどうツールにしていくかっていうのは、あの今の時代こんなにインターネットが発達している中で、うん、どうにでもできるよねっていうのが僕の考え、うん、で音大まで行っちゃってるんだったらもう相当すごいことがいろいろできるから、うん、あのどうぞそのやってきたことにプライド誇りを持って発信してくださいって思う、うん、はい、どうでしょう、うん、お二方、うんということで、はい、この動画が少しでもね、あの悩める音大生のためになれれば、何かの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。